まさにシリーズを席巻、決勝も圧勝でした佐々木勇気選手です。おめでとうございました。ありがとうございました。まずは今のお気持ちをお願いします。そして素直に嬉しいです。レースを、初手から振り返っていただきたいんですけれども。はい、そうですね、前は取るつもりなかったのでちょっと取らされる形になってしまって、そうですね、周回中から考えてレースを動かしました。ただ終盤戦非常にこう冷静にも見えたんですが。そうですね、青野さんが車間を空けちゃってたんで、そこはちょっと自分の距離が長くなっちゃうので一回休ませてもらいました。ゴール時の心境、まあ、関東が続きになりました。はい、どうでした。いや嬉しいです、うん。まあ、初日から振り返っていただきたいんですが、はい、ほぼ完璧に近い内容だった気がするんですが、どうですかね。そうですね、3日間ずっとあんまりしっくりこないで、やっぱあんまいい感じではなかったですね、うん。まあ、大宮に関しては好きでも嫌いでもないという話を聞いていたんですが、今回でどうですかね。そうですね、優勝は嬉しいんですけど、やっぱり普段関東がある三三でやってるので、やっぱりちょっと苦手ですね。解説の小池さんが来年はダービーも狙えるんじゃないかっておっしゃってましたが。そうですね、はい、しっかり狙って頑張りたいです、まあ、無観客開催ですけれども、画面越してたくさんのファンが思っていると思います。最後にもう一言お願いします。毎日不甲斐ない走りだったんですが、優勝できて、ファンの皆様やお客様に支えられたことによって優勝できました。次は前橋で記念なんですが、しっかり、輸出できるように頑張りたいと思います。応援お願いします。優勝を飾りました佐々木勇気選手でした。本当におめでとうございました。ありがとうございました。